伝道話というものは、これは九十五馬紀のうちでの一番の、最初である。大体において年代順に編集されてあるので、これは元は京都の菊庭殿という公家さんの、うちに、保存されてあったのが世に現れて、これまあいろいろ言われてあるが、高川峰の満山和尚は、北条座に命じてこれを移したという、丹波の園部に、あったのが世に現れた時、これの出たのはいろいろ言われるが、とにかく、玄東禅寺の時、つまり永平寺の、解散500回忌の時の禅寺の時に、これが九十五馬紀揃うた、その前に弁道話と玄東禅寺の序文をつけて出したことがあるけれど、それまでは75条、60条、80条という、いろいろな編集があったが、九十五町は永平解散の500回忌の時に揃うたんだ。そこで今、第一番が弁道話。弁道の弁という字は、知り、力をいたすということだ。だから、道に力をいたす。何に力をいたすかっていや、マラソン競争に力をいたす。あるいは劇に力をいたす。いろいろあるが、ここには道に力をいたす。道に力をいたすところの、これは話である。伝道話と、これは万史録の序文に、大会孤児というのが、伝道我、世に押しうるに伝道の本を持ってす。それだから、つまり言うと、これは座禅の仕方を、ここに弁道法という座禅の仕方を、万歳一に座禅の仕方を、そうしてこれは九十五巻の一番初めで、だからこの弁道話というものは、普通の消防現像とは、これ非常にこう、まあどちらかといえば、分かりよく書いてある。諸仏如来ともに妙法を鍛錬して、あの子菩提を称するに、最上無為の妙実あり、これただ仏仏に授けて、横島なることだけは、自由三昧その標準なりと。これは、法華経の方便文の中に、諸仏如来すなわちこれをと、うどん畑の時に一元するがうどし、うどん畑っていうのは千年に一遍ずつ、咲く花のことを、ここに稀にある花のことをうどん畑。だから仏法自分がざらにあるもんじゃない。いろいろなこう、仏教関係の雑誌やなんか読んでみると、仏法がないとか衰えとるとかなんとかってことあるが、なんかめったにあるもんじゃないじゃん、仏法自分は。そうやから、やたらかたらにあるもんが仏法じゃない。これは稀にあるものだ。変換の第一足や、小六の第五足に、だるまがはるかに、
この度大蔵の根拠あることを中国にはこの仏道が広まると、目に浮かべて徳徳としてきた信心を誕生した。これは中国という国が妙な国で、つまり非常に文化の進んだ国である。儒教もされながら、道教もされながら、宋寺のような、思想だから、諸仏如来等に名門を断念して、あの子菩提を称するに、あの子菩提というのは普通にはあの仏陀羅三脈三菩提という、無常小変地という、この上もない小変地。道のこれより大なるはなしと。だから、あの子菩提を称するに、最上無為の名実あり。このあの子菩提を称するに最上無為の名実あり。これただ、仏仏に授けて横島なることなきは自由三昧その標準なり。これを唯物様子と。ただ仏が仏に。だから仏道の聞こえるものは仏である。仏道を、だから、これは唯物余物内の無人という。それを、国語にするから仏は仏に授けて横島なることなきは、自由三昧その標準なり。ビルシャナ。それは、中国の言葉ですると、効能変上という。だから、内に知恵の光を持って、真の法を照らす。これを自由三昧という。つまり言うと、我々の座る座禅が自由三昧である。だから、仏を仏に授けて横島なることなきは自由三昧その標準なり。標は標本であり、順は順序であり、これよりしようがないという。この三昧に受けするに、丹座三千を正門とせり。三昧ってことは三昧とか、いろいろ言うのが梵語です。こいつを訳すれば、自称症状。うっかりすると、座禅を仕事にする。盆山でも座禅はなかなかする暇がない。なぜかって言うたら座禅は何にもならんっていう。私は言っても何にもならんっていう。人間何にもならんことをするぐらい偉いことはない。何ぞのためにするなら何でもない。英雄心になるっていうならどんなことでもするじゃないか。座禅は何にもならん。それには遊び戯れるという方がいい。座禅に遊び戯れる。だから三昧受けするに丹座三千も正門とせい。そうすると古いやれて微塵も偽りのない世界。だからこの方は人間分上豊かに備われるといえど、今の主せざるには現れず、小せざるには売ることなし。この仏教には主表ということが非常に大事なことである。これは詳しく、だんだん締めに出てきますが、人人分上豊かに備われるといえども、仏性は明明に持っておるけれども、この仏道を修行せなければ、これは、死せざるには現れず、
小せざるには売ることなし。花手ば当てに見てに行ったのきわならいんや、語れば口に蜜十を極まりなし。花手ば当てに見てに、いや、これはよく仏道というものがそろそろね、ねしっこくつかむものでない仏道がここに花手ば当てに見てに行ったのきわならいんや。これは仏教にはね、一多相即無下でないというか、多いか少ないかいいか悪いかということは、これは固定したものはないのである。だから、花手ば手に見ていったのきはならんや。宇宙いっぱいをいつでも掴んでおるんである。例えば口に蜜十を極まりなし。税の日のクソのということはない。語れば口に蜜十を極まりなし、何とでもかんとでも十を矛盾に。つまり言うと、腹では手に見てるということは、修行して修行しておるということを忘れ。人に物を、施しといて施したということを忘れ。良いことをしたと言うてしたということを忘れ、これが花手ば手に見て。ちょいと良いことをすると良いことをした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 という、人間には妙な広告根性がある。これはみんな、広告するならそんなものは商売である。花手ば手に見て。修行して修行したということを忘れ、善言苦毒を積んで善言苦毒を積んだということを忘れ、そうすると言うと言ったの気はならんや。一つとか多いとかええとか悪いとかという問題ではない。要はそれを語れば口に蜜十を極まりなし。このわずか一行半でもって非常な、大切な、修行の要領、これをうっかりするというと、花手ば手に見ていったのきはならんや、語れば口に蜜十を極まりなし。これはよーく顔見してもらうというと、非常に、広大無辺な道理がある。諸仏の常にこの中に十字たる各角の方面に近くを残さず、諸仏は常にこの中に十字たる、十字するは仏法を、仏法に重視、仏法を維持するものが十字という、お布施稼ぎするだけは十字じゃない。諸仏の常にこの中に十字たる、その仏もどの仏も、この花手ば手に見てに行ったの極ならんや、語れば口に蜜十も極まりなしという、ここをよく保護し補充し維持しておりながら、各角の方面に近くを残さず、これは万事万端が同じことというものは二度とないんである。いや、いつでも今切りである、いつでもここ切りである。昔海の中で剣を落としたっていうのは、ドボンと剣を落とした。ああ、ここで落とした、ここで落としたで、船の端にナイフで傷つけて、ね。剣
を出して船旗を刻む。そんなものでないのが、すなわち鼻手は手に見たり、腐れば口に見つつ、十を極まり出し。だから諸物は、諸物のすべて、諸物はです。常にこの中に十字たる。鼻手は手に見たり、語れば口に見つ、その中に従事しながら、各角の方面に近くを残さず、どちら向いても、じゃあ人の世話をしてもな、俺が世話をしてやった、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 俺のおかげで、そいつがね、どうしても人間には、離れがたいんじゃ。だから、各国の方面に近くを残さず、修行をした、したくらい、修行をしてしたということも忘れる。だから、それを修謀という。で、諸物をそう言うて、今度はゆっくり返して、分譲というのは一切の迷いの修行のことを分譲の、常しな絵にこの中に使用する。使用しておりながら、凡夫じゃから悪いというのじゃない。一切素性のことを分譲という、常しな絵に、この中に使用する。使用しながら、各角の近くに方面現れる。いや、同じことをしながら、この分譲は、各角の近くに方面現れる。いや、仏道らしいものがどこにも現れない。これは凡夫と諸物と分譲と、並べて、今おしゆる工夫弁道は、頂上に万宝を荒らしめ、出路に一行を上ずるなり、今おしゆる工夫弁道、すなわち座禅は、頂上に万宝を荒らしめ、悟った上に万宝がある。何にもある。もう悟ったら何にもなくなるんじゃない。悟っても何でもある。だから頂上に万宝を荒らしめ、何もかもなけねら、喜怒哀楽もなけねばな、出路に一行を行ずるなり。出路というのは、路というのはこれはいつでも、昔セロ日記という、小説が出たことがあるが、セロ。セロごとがこの出路。出路に一行を行ずるなり。どの社場に出ても、一行というのは平等です。いや、仏か今かいも一行です。どこへ行っても一行である。出路に一行を行ずるなり、どういう諸般世界へ出ても一行を行ずるんである。芝居というのを私はその木戸千春で芝居見たことないですよ。子供の時に、雨の降る日は寄席の下足番に行ったで芝居が、私の芝居を毎日見とるもんと思うとる人がある。あんた歌舞伎は始終あのご覧になりますから、いや僕だって見たことないんだ。
子供の時に見たやつが今でも役に立つ。そのもう一つ子供の時にはこっちから見とると切り合いをしたり憎み合いをしとる、表だけではつまらんから今度は、楽屋の方に入って見てやろうと思って楽屋の方からこう見とると、彼の末には剣生えとるし、獅子が日本の足で逃げ込むし、弁慶と義経と、弁慶が長白で義経が弟子やな、実にその愉快なんじゃ、その裏からと表からと見るとね、それが宿らに一人を踊るなり、シャバーのことは何も、みんなこれ、まあ言うことやってきゃいいんじゃ、芝居じゃ、これね、宿らに一人を踊るなり、それを本当に憎み合いして、本当に切り合いしてはたまらんで、宿らは浮世じゃ。この浮世でも、一人を踊るなり、仏道を踊る。その上官脱落の時、この節目に関わらんやん。上官脱落。いや、一切のものが、誠に懸帯なもんで、今のインフレは誰が作ったかという、犯罪者は誰かという文章をこの間読んだ。日銀が札を発行しすぎるんだけど、それで物価が投下するんだけど、妙なところにね、犯罪者があるもんじゃ。だから、それを長官脱落の時、この節目に関わらんや。これは、大学の、大学という師匠御教の、大学に、これを押し売るの実は、その時代、節目のつまびらかなること、また格納ごとし、その仕切り目です。この節目に関わらんや。それからその次は、両発信具法より、この方っていうのは、自分の、自助伝を少し、述べて、いかれる。両発信具僧より、具法より、この方と。これからしばらく、自助伝の一文を述べて、発端とする。から発信は、もちろん音より、発菩提心のことであるが、これは母子が亡くなられて無常を感じて、それで、発信。発信というのは非常に大切なことであることは、諸発信時便乗小学と。発信の時が成仏だと。いや、発信せずにおっては何にもならんが、道元禅師は母子が亡くなられて、そこで菩提心も起こされた。そのことはいつも、菩提心が大事であるということは、無常を感じること。学童用心集というものの中に、菩提心を起こすべきことと。菩提心を起こすということは、来たなら、切符を買うようなもんで。切符を買わずにおって、遠方の夢を見ておっても、これは古代妄想とし当時はね。だから、如来も、お釈迦様も、発心を礼拝すると。発心が一番大事だ。私でもこれどうしてこれ発
信ということがどんなことということを知らずに発信した。そうして、永平寺に飛び込んで棒乗りしてくれという棒乗りしてくれる、まあいろいろ苦労した。でこの発信がなければ何よりもこの発信が一番大事である。発信は切符をこうできちゃう乗りようと思う、乗り方が間違うとさえ振らなければ終着に無事に着くことは決まっている。今道元禅師はこの発心が8歳の時に母子が亡くなられて甲の煙の立っては消えるのを見て発心を行われた。だからそれが要発心よりこの方、実は道元禅師は関白の後継ぎになるべく、そういう周囲から関白の後継ぎにするつもりにしておった。それを逃げ出した。それでおじさんのところに行った、おじさんが、そんなことが親類中の、噂やないかでよく知っとるもんじゃ、お前は関白の後継ぎをせんなら、それを、いや母の遺言です言うてとうとう分散になってしまった。いやそれが要発信よりこの方、それからまあ比叡山や三井寺は無論のこっちゃが、日本にも何ともあれは誇れ、なんと、比叡山の方が誇れ、奈良の方がなんと、荒野もあれば、その自分には非常に大きな傘で、天使が寺を建てて、まあ、比叡山もあれば荒野山もあれば、奈良にも大きな、今から考えると今のより非常に規模が大きいです。規模が大きいが中身があったかなかったかということはこれ問題である。で、我が町の変貌で知識を弔いき、荒野にも行かれたろうし、何とにも行かれたろうし、比叡山や三井寺の全知識や皆これ、道を聞かれたろうし、だから我が町の変貌に知識をとふらいき、ちなみに疑いを起こされたのが本来本法師匠天然自称心、何としてか三世諸仏は発心修行菩提涅槃をなさったかということが問題である。つまり言うと本来は本法師匠である。いや誰でもこれ本来は本法師匠だ。本来は本法師匠天然自称心、そんなのほっといてもよかれそうなもんじゃが、それが発心をし菩提心を起こし修行をし、そして涅槃を得られたというのはどういうことかと、それにたやすく答えるものが比叡山や三井寺になかった。それからそれは永西禅師が中国から戻って禅ということを、あの時に公然語目論とか、出家の大公とか、まあ、そんな本を書いたのが永西禅師だ。それが山を下ってという間に永西禅師は宣言されたから、その一弟子の明禅様に着いた。もっとも明禅様と一緒に中国へ行かれる。それがちなみに善行を詫びる、この明禅和尚というのは
皆の生まれの下で、比叡山で出家して、そして、永世禅師について全部を修行して、それから道元禅師と一緒に中国に渡られて、中国で亡くなる人です。ちなみに善光を見る、善光に証券、愛し名号をそうか速やかに不敬を得たいと。そうかというのは、そうは草のことです。霜、冬、川、つまり春、通夕が春秋とか、いうことじゃが、そうか速やかに不敬を得たり、9年経ったと。9年の間、明前様についた。いささか臨在の修復は結構明前和尚について臨在の修復は多数は結構善光は阻止聖和尚のつまり永世禅師の上足として一人無常の仏法を承伝せる。永世禅師は現行釈書にも釈の永世明王と申す、備中の生まれの人である。だから非常に、立派な人であった。あえて余敗の並ぶべきにあらず。重ねていく大宗国に赴き、それから明前様と一緒に中国へ渡られた、そのコースは今ならば上海へというんじゃが、その時分には、寧波に、上陸せられた、寧波の校内で、行こうの天族の問答もあるし、それからその奥に、一里余りで天道がある、行こうというのは寧波から私らが行った時には、モーターボートで、天馬を五六艘つらいでポン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 と行けばもうじきに品理数で30位、そういう理屈で重ねて大層をここに思うき、それからまあ地域を常設にとふらい、常設っていうのは節制と節度、中国の文化の中枢がこの両節、節制、節刀にあった。ついに、道元禅師は、禅師式に両節に通るのだけれども、九つの御座しかりと、中華広しといえども、一個も修法とすべきの勘なし、いや、日本人も同じような頭を持っておる。これでは日本へ帰って、一周を建立するかどうかせなければこれは、虫が収まらん。多分あれで如上禅師にお目にかからなかったら日本へ帰って一周建立せられた。ところが金山の羅漢堂の前で老心という人からこの頃は天道に如上禅師という人が出られた。この如上禅師という人は、これは、中華広氏といえども、この人だけが真の禅師。広氏ともこれに証券してくれた。それから如上禅師のところに行かれた。そ
の毎晩に入場禅師が東山五本大師、つまり曹洞宗の祖師東山五本大師が、の祭礼が来るという夢を見られる。そうしてまあ、入場禅師にお目にかかられた。入場禅師は非常に厳しい人で、くそこっぱいに人を論じがる人であるし、座禅堂でも靴を脱いで、横面を張るような、厳しい人だったが、親牛が子牛を舐めるような非常に、道元禅師を愛された。そうして道元禅師にお目にかかる。ある時に隣の者が居眠り越えた。それを如上禅師が三千は新人脱落なり、居眠り越えとるということがあるかというのでよく言って、お目玉黒だ。その時に道元禅師はハッとして後からついていって礼拝、礼拝の字祖母さん、新人脱落と、そして如上禅師が脱落新人と、和尚を乱りに引することながら、あれ乱りに引せ、乱りに引せなる程度に祖母さん、脱落脱落と、これがまあその、ここに一生三学の大事、ここに終わりと、私はこれもいつやら提唱したときに、一生三学の大事、ここに終わるっていうことは、どれぐらいこっちゃか、どれぐらいこっちゃか、どれぐらいこっちゃない。元から一生三学の大事、ここに終わる。何の不足があるのか。それこそ、眼能美足、目は横、鼻はさて、これが何も、どれぐらい難しいこっちゃはない。元の通りでいいんである。その元の通りだし、人間は遠回りをしてる。元から、釈尊の我々もちっとも違わないのに、いつの間にか錯覚を起こして、釈尊も偉いし自分はつまらないと。最もつまらないということは自分もつまらないと思うのが一番つまらない。だから、釈迦と自分と何の距離もない、何の距離もないところに元をおるのに、それに自ら距離をこしらえて、そうして、ネズミの駒回すように大騒動をやって無駄な一生を暮らすのが、つまりこの、人間というものが、それでええじゃんとも、いいや私は行きませんけど、えらい遠慮する。遠慮はいらんこっちゃ。自己の仏性を疑うということは、これが、一番の罪悪である。そこで、一生三学の大事、ここに終わりと。それからまあ、これはこの前に法行記を読んだこともあるが、法行記にあるように、下地区を、如上禅師に参禅して、こうして、ついに法を継いで、大宗頂上の始め、つまり高祖は28歳の時、本郷に帰りし、我々28歳ぐらいの自分には青2歳で、もっとも私は日露戦争に交渉して、兵隊を足掛け失念しとったから、ちょっと遅れて戻ったけれども、28歳ぐらい、まあ、全く青2歳である、
勉強もしかかりである。それで28歳の暮れに本郷に帰りし帰られた。すなわち御法苦笑を思いとせり、法を広め一切衆生を救うということを思いとせり。我々は28歳暮れの時にはまだ、いるほどの命で、無法苦笑どころの騒ぎやね、自分がどうなるかというのは大変な話。ああ、仏教のような学問をしてみりゃ、腐るもくしゃくしゃという意識、由々しき3年、くしゃ8年というか、なし難しい勉強にかかったところが、由々しき論が、十巻だけれども実機が厚い本が20冊、それに三眼賞が32冊、クシャロンがやればクシャロンが30巻、それに現、後期法書で60巻の末書、その他に小さい末書がたくさんあって、容易なくじゃない。それこそ妙想寺院しがく乱れて修行のところを患ろうと道元禅師は、容易なくじゃねえ仏教の学問というのは。そんな学問に取り掛かったもんだから、泣き泣き勉強した。それが大きな暮らして、年は30学校になって、まだ泣き泣き勉強。それから見ると道元禅師はこれ28歳そのはずだ。私はクシャロンの講演聞いたのが29歳だったが、道元禅師は臭いにしてクシャロンもケミスだ。ここの図やそこらでクシャロンみたいな難しい学問がようもできたもんの。まあクシャロン高僧と我々凡夫とはこれは桁も違うけれども、いや仏性はもとから同じであるに違いねえ。すなわち不法苦笑を思いとせり、法を広め一切衆生を救うということを思いとせり。これは何も、他のところでも、己未だ渡らざる先に一切修行を渡さんと発願し営むなり、法を広め一切修行を救うということを思いとせり、なお重担を課題に置けるが今年重荷を背負っておるようだ。聞こえるに愚痛の心を放下せん、激用の時を待つゆえに、しばらく運用表記してまさに先鉄の風を聞こえんとする。重荷を背負っておるようなもんである。聞こえるに愚痛の心を放下せん。ああ、仏法はまあ思う存分これ広まったということが、やれやれと。いや、容易なことじゃないですね。今坊さんだってもどうしたら人が集まってくれるやろう、どうしたら人が聞いてくれるやろう、坊さんたちもこれ我々が知ってからこの方どうしたらこの仏法を壊れかけというのはバサッばっかりだし、死人ばっかりだしに、生きたものが、生きた若いものがどうしたら来てくれるやろう、なんとかせんなら、これは御法苦笑だけれども中身がなきゃならない。広める法もなし、広める法なしでレッテルだけでは人が集まらない。
休まったところが中身がないわけ。の絨毯を肩に置けるがうどし、重荷も背負っておるようなもので、しこめるに愚痛の心を放下せん、仏道を広めるということがもう思う存分広まって、愚痛の心を放下せん、やれやれもう堪能したと。そこで仏法が激揚と、ささまくように、時を待つゆえ、しばらく運用を表記して、まさに先哲の風を聞こえんとする。これは運用を表記してっていうのは、沢木さんで言えば宿なし行動で、どこということはない、こっちから向こうへ足を運んで一生涯よくあったうちはどこだという、うちはないという、ほんなら嫁さんはというないという子はというないというと、配給前はどこです、それは仕方がない、東京に駒沢大学に席を置いてるもんだから仕方がない、東京のおる口もで配給前受け取る、配給前受け取るけども配給前を食っとるんじゃねえから、戦争中は喜びよったね、戦争中や終戦直後の配給前が総産しとるだけでもこれ配給前こっちが受けることができるんだよ、そのそれがすなわち運用表記です。根のない浮き草。そうしてあちらこちら、まさに先哲の風を聞こえんとする。先哲の風ゆか風を聞かせようとする。とうとう私も、この6月の23日まで、一日も休みなしで、汽車の中だけが一服で、一日、二日、三日、ここも三日やった。月に三日、四日目にはもう汽車になる。中三日ここにおるだけ。あるいは中一日半で、二日三日目の午後が経つこともある。大概そんなことで、これ私も運用表記で一生終わった。まさに先哲の風を聞こえんとず、聞かしたいと思う。ただしおのずから妙理にかかわらず、これは道元禅師の妙教えでは、この妙理ということが一番悪い。世間で言うと名医だよ、仏教で言うとそれは恥だ、妙理、なと理どうもうっかりするとね、これ今でも、私は旅をせんでら金に不自由しやへんかと思って心配する人ある。こらえてくれ。俺は商売で歩いたんだ、違うんだから。はい、もう、損得構わずにこれ一生懸命にやっとったんだから。だから旅せんとかっていうのは何も不自由なかもせんの、これは不思議ですよ。旅せんで沢木さん何一人やると戻る人があるって言って、まさに中には、我々同士で、月にどれだけずつ、金集めてぐらいでもよかろうかって言われて、バカなこと言えやで、人から金もらうのは小じきやねんか、そんな小じきの中でもいい、
たこの妙理にかかわらん、妙理にかかわらんものが集まって、そうして、修行をするというの、道念を差しとせん、これは道心は菩提心というの、真実の三学あらんか、本当に三千学道したいという人はありませんか。もしあった場合にはいたずらに邪士に惑わされて、これはいつの時代でも三千学道は少々望むべきこと、何も学問があるからではない、間違った仏法を選べる、妙理のために働くならば、これは邪視です。商売に仏法を取り扱うならば、それは邪視である。邪視に惑わされて乱れに生下を覆い、虚しく自生に酔うで、ある程度まで行くというと、ここまで来たもんじゃから、もう一つの出世しよう、坊主の出世ぐらいは私は出世と思うらかね、坊主は何も持っとらんのが一番出世と思うらか、それで、まあここまで辛抱したもんじゃから、もう一つ、それには金がいるから金を借りられる、それから思い切っていくと、こういうのが、たくさんある。ここに分かるでしょ、妙理にかかわらず、道念を先とせん、真実の三学あらんか、真実の三千学道する人がありませんか。もしあった場合には、邪視に惑わされて、今どこを見てもその通りでしょ、坊主で出世しようというのはあんまり道よくない。お釈迦さんも天使の位を捨てて小敷になっている。だるまさんもそうなら、道元禅師は関白になるより小僧になった方がよかったやろ、私らみたいな貧乏人の子の親なしの子供たちは、だからこれみんな道元を先とせん、真実の三千学道の人がありはせんか。そんな人があった場合には、いたずらに邪視に惑わされて、仏法を誤り伝え、左に生下を覆い、近頃近代日本仏教史というのを見さすんだが、徳川家康に大振って、大志号をもろたり、善治号をもろたり、そうして政治に参入して、坊主をもう、運も寸も動けんように、こうがんじがらめに缶詰のようにしてしまった。で、それは徳川政策、これぐらい、まあその、うまいことやったやつはらんね、徳川家康が坊主の賢いやつを政治に参加させて、そうしてうまいこと坊主をこう挟み入れて、牙も角もないようにしてみて、そうして、葬式でじっとしておるように、葬式と法事でね、じっとしておる、おとなしいものに作ってしまったのが、近代仏教の形式化という。だから邪視に惑わされて、乱れに生下を覆い、虚しく自供に酔うて、久しく明鏡に沈まんてな、沈まば何によりてか般若の少々長寿、般若の、般若ってことは知恵ということでしょ。知恵ということは、まる、いわば般若心経を読んでも、
御恩開封と証券して一切の不薬を出す。我々のこの体が本当にあるものではない、開封であると証券して一切の不薬を出す。我々のこの現実のこの体は、本当のものでない、御恩開封と証券して一切の不薬を出すと、まあ、簡単に言えば般若ということがそういうことです。その般若の長州を長寺徳道の土地を言え、般若の少子さえが増えれば一切が一切だから、今後般若経というものの中に一切の違法は、違法はというのは、まず簡単に言えば現実ですよ。一切の違法は、夢と幻と泡と影ずるを出し、梅雨のごとく、また稲妻のごとし、本当にあるんじゃないでしょう。本当にないものを、そうして大きな柄で、思想やとか、なんとかかんとかって言うて、世界の人間が、あれも南ベトナムばっかりないだろ。大騒動をやっておるのは、これは、実際はこれ滑稽なさなんですよ。で、だからこの夢と幻と泡と鍵というのを落とす、梅雨のごとく、また稲妻のごとし、ここもよきもく、飲み込みさえすれば、般若の少子を生じ、徳道の土地を得、神道は、神道ということは、本さんが天使に対して、神道、道に真なものであるという謙遜ですよ。謙遜の言葉だから、私は、神道は、今運用表記をこととすれば、いずれの参戦をかとふらわん、どこへでも行ける身軽な身分じゃと。私もそれだから、35で肥後の大事の分水を預かり、それから31で、大事の岡総丹後省が宣言して、熊本人と第五高等学校の生徒の引き止め運動で熊本におって、そしてやはり運輸表記だから、九州いっぱい、これは福岡県から鹿児島県、長崎県、佐賀県、ぐるぐる回してこう歩いて、それは頼まれるごとに、ありがたいことには頼まれたら、役船でもいい、私には檀家もなし、固定した何にもない約束した通りでこうぐるぐる行くという、それがまあ昭和28年の6月まで続いたわけです。で、今道元禅師も神道は今運用表記をこととすれば、いずれの参戦をかとふらわん、これを哀れむゆえに物語大層国にして前輪の風紀を検問し、知識の原始を本世史を記しとどめて、山岳感動はね、一歩には問答と道を通して、問答の人に残して、仏家の消防を知らしめんとする。これ、心結がなんかもと。つまり、これが真実の苦言であろうかと。